はい、こんにちは。では安室奈美恵ファンチューブ始めていきます。では今回はカバーアーティストトップ5を紹介していきます。はい、ではこれはね、奈美恵さんじゃなくって他のアーティストの方が奈美恵さんの曲をカバーしてる方いっぱいいると思います。まあ、メジャーデビューしてる方もそうですし、まあ、してない方も、まあ、一般の方も YouTube とかいっぱい上げて、ね、検索したらいっぱい出てきますけれども、最近僕、こう、いろんな方がカバーしてるのを聞いていて、あ、この人たちいいな、ちょっとおすすめしたいなって思った人たちがいたので、これをちょっとトップ5形式でお伝えしていければなと思います。まあ、メジャーな人も、メジャーではない人もいると思うので、まあ僕なりのトップ5紹介していきたいと思います。ではまずトップ5は、ジョサイアですね。ジョサイア。ジョサイアだと思います、読み方。海外の方です。で、ジョサイアは、ヒーローをカバーしてます。はい。やっぱりカバーっていろんなカバーの仕方があって、やっぱりそのね、もともと持ってるアーティストの良さっていうのを崩さずカバーする、あまり自分らしさっていうのを出さずにカバーするとか、奈美恵さんの歌い方を残しつつカバーするとか、いろんな考えがあると思います。で、何が正解とか、何が不正解とかは全くないとは僕は思うんですけど、まあ、その聞く人にどう受け入れられるかっていうところが一番重要だと思うんですけれども、このジョサイアさんはやっぱり海外の方であるから、変な言い方したら、奈美恵さんに別に忖度せんでいいというか、ね、やっぱり海外の人は海外の人なりの表現の仕方があるから、ね、奈美恵さんどうこうっていうよりも、この楽曲をどうその人が活かせるかっていう方向で持っていけると思うので、海外の人は本当にその人の良さっていうのを自分なりに表現してくれてるので、僕はすごい楽しいです、海外の人がカバーしてるのは。で、このジョサイアさんはこのギターで一本でこう歌ってる方だと思います。ちょっと詳細わからなかったんですけれども、で、これね、全部英語で歌ってはるんですよね。うん、なんかね、新鮮だし、そのギター一本でこのヒーローを歌い上げるっていう、なんか潔さとか、海外の人なりのかっこよさで、英語の発音の心地よさとかですね、いろんな新しい心地よさがあって、僕はこれは、このヒーローはヒーローで良かったなって思います。新しいこう風を取り入れてくれた感じはありましたので、トップ5にさせていただきました。はい、じゃあ次トップ4いきたいと思います。トップ4は、ベントリー・ジョーンズ Don't Wanna Cry です。はい、これもね、海外の方です。自由にやってます。でもこの方は日本語で歌い上げてるんですね。これはちょっとすごいなと思いました。この方が日本語がもともとできるのかどうかちょっとわからないですけど、うん、日本語で歌い上げて、プラスその方の、なんていうのかな、世界観を出しつつ、で、Don't Wanna Cry の、なんていうのかな、音を完全に崩してる、うん、小室さんテイストじゃなくって、なんか、エレクトリックな感じで、すごいポップな感じでに仕上げてくれてるので、これはこれで新しい音だなっていう感じで僕は好きでした。でも日本語でちゃんと歌ってくれてるこの人すごいな、ベントリー・ジョーンズさんすごいなっていう感じで聞いてました。はい、でこちらは、はい、ちょっと僕の中で衝撃、ちょっと心が明るくなったので、トップ4に持ってきました。はい、
では次はトップ3いきたいと思います。トップ3はスキマスイッチでラブストーリーです。はい。でこれはね、結構前にブログでもこのスキマスイッチがラブストーリーやってるよみたいな多分書いたと思います。うん、意外だったし、でもスキマスイッチがこういうバラードを歌ってくれたらめっちゃ聴くよねって思いました。すごい良かったです、スキマスイッチのラブストーリーが。なんかスキマスイッチが安室ちゃんの曲を歌うって考えられないけれども、やっぱりこの人たちバラード歌ったらすごい強いなっていうのを感じたし、これ何回言ってもちょっと心打たれますね、スキマスイッチのバラードラブストーリーっていうのは、うん、すごい意外だったけどすごい良くて感動したので僕は3位に持ってきました。はい、次はトップ2いきたいと思います。第2位は司さんです。読み方、つかさって多分読むと思います。その見たまんまだと思う。ちょっと詳細はちょっと僕わからないんですけど、これは、ほんのちょっと前に突然 YouTube に現れてきたんですよね、この人が。で、おすすめみたいな感じで現れてきて、初めて聞いた曲は、なおさんと、今コラボレーションやってるななかさんとの、東大っていう楽曲、こんな新譜を、カバーされてたんですね、この司さんが。で、もうね、このね、東大をカバーするってどういうことだと思って聞いたらね、もうめちゃくちゃ気持ちいいんですよね、この人の伸びるような高音が。めちゃくちゃ気持ちいい。声がなんていうのかな、僕のタイプの声でした。R&B シンガーの中でも僕が好きなジャンルの声で、うん、ちょっとだいぶドハマり、この東大でハマってしまいました。で、何を聞いてる、カバーしてるんかなって見たら、ちょっと浪江さんだとか、グローブだとか、多分僕らと同じ世代なのかなと思ってます、この人多分。で、結構浪江さんは You're My Sunshine と Four Seasons とGet Myself Back、 この3曲プロデュースしてて、ピアノ弾きながらこう歌いはるんですよね、弾き語りで。 You Are My Sunshine とかも聞いた時、このテンポめっちゃ気持ちよくピアノ弾きながらめっちゃノリノリ歌ってはるので、ちょっと僕は見入ってしまいました。で、まあ他の Four Seasons とかも Get Myself、 この人やっぱり歌がすごい上手で、ピアノ弾きながらなので、うん、すごい自分のその人の声、この司さんの声と自分のこの、なんていうのかな、好きな声質というか、プラス好きな音楽っていうところで、ちょっとこの人ドハマりしてしまいました。で、ちょっとこの人をちょっと追い続けたいなと思います。今後なんかね、新しい曲とか自分のオリジナル曲とか出すんだったら、ちょっとチェックしていきたいなと思いましたので、この間発見した司さんを第2位にさせていただきました。はい。では、安室奈美恵カバーアーティストトップ1は、藤井風の Baby Don't Cry と Girl Talk です。はい。これは、結構皆さん一緒じゃないですかね。藤井風のこの、Baby Don't Cry と Girl Talk はいかがでしょう。僕経緯としては、藤井風っていう存在を知らない時にこれ聞いてるんですよね。 Baby Don't Cry と Girl Talk を YouTube で聞いてて、うん、この人が何者かもよく分かってなくて、ただカバーやってるっていうのだけで聞いてたんですけど、うん、この人すごい歌うまいなとか、すごいテンポいいなっていう感じで印象には残ってました、当時は。で、後から、この人有名な人やった。あのぐらいから売れたんかな、わからん。このカバーぐらいから後から売れ出したんかもしれないけれども、うん。まあ、この藤井風もいろんなアーティストカバーされてて、
あれなんですけども、その売れる前には一旦聞いてました、僕は。で、後から、あ、この人がこれ、この人かって後でつながった感じですね。はい。で、やっぱりね、藤井風、その、この間 YouTube でなんかスタジアムでライブやってた、僕もそれもちょっとチェックしてたんですけど、藤井風、まずすごいところですね。曲のピックアップのセンス。Baby Don't Cry と Girl Talk 選ぶって、どういうことやって僕ちょっと驚いて、なんか分かりやすいところで小室さんの楽曲とか、どっちか言って新しい目のヒーローっていうところだったらなんか分かりやすいかなと思ったんですけど、このね、Baby Don't Cry と Girl Talk を選ぶセンスに僕はまず驚きました。で、僕なんとなく感じているのが、僕らの世代、まあ、30代、40代とかの世代って、まあ、ちょっとね、昭和の時代とかもあったりして、なんていうのかな、我慢をして生きてきただとか、周りに合わせて生きるとか、ちょっと、なんていうのかな、泥臭い経験だとか、思うようにいかない経験だとか、なんかそういう経験を経てる方が結構、大多数いるんじゃないかなと思います。で、その経験を僕はこの藤井風くんとかの若い世代って多分せずに済んだ時代というか、せずに済んでいる世代な感覚が僕にはしていて、あんまり泥臭いところは必要ない。どっちがいいとか悪いっていうじゃなくて、これはもう時代ですよね。なんか僕らがしてきた泥臭い経験っていうのをこの藤井風くんたちの世代ってもう軽々飛び越えていくみたいな感覚がすごいあって、どっちがすごいとかすごくないとかじゃなくて、これは時代の話、時代のその時代に生まれた動向の僕はやと思ってて、なんかね、軽々飛び越えていく感じがしてて、で、この Baby Don't Cry と Girl Talk をチョイスしたんも別に何も考えんと、よっしゃこの二つやって多分軽々捉えてきたと思うんですよね。で、僕らみたいな安室奈美恵ファンのアラフォーの人間からすれば、奈緒さんプロデュースの Baby Don't Cry と ティークラ&ミチコの Girl Talk 選んでくる、あの時代を二曲選んでくるってどういうことやってめっちゃ思うんですよね。すごいやろ藤井風っていうのもすごい思うけれども、この若い世代っていうのはそんなところを軽々飛び越えて、なんかね、アンテナでキャッチするんでしょうね、このなんか安室奈美恵っていう曲、楽曲どれピックアップしたらいいのかっていうところで、多分自然となんかこう楽曲チョイスとも含めてなんかキャッチできてるんじゃないかなって僕の勝手な想像ですけど、なんかこの世代の人たちってちょっとすごいなって僕最近感じてます。で、藤井風くんはちょっと曲の話に戻りますけど、これね、こう、弾き語りしてるときに、間、こう手、拍手、なんていうの、リズム取るときにパンって拍手するんですよね。もうそれがね、めっちゃ気持ちよくて、自然にやってて、あれ藤井風くんの多分テンポの取り方やと思うんですけど、もうああいう、もう軽々しく何でもこなしてしまう感じっていうのが、僕はちょっとかなり藤井風くんもドハマりしてしまいました。はい。ちょっとこのね、トップ1の藤井風くんとトップ2の藤井風さんと司さんは、僕はちょっと今後もチェックしていきたいなと思いました。はい。で、僕なりのトップ5紹介させていただきました。なんか全員男性ボーカルになってしまいました。女性はね、ちょっとね、難しいんじゃないかなって僕なんとなく感じて、これ、なんか意識したわけ、男ばっかりで意識したわけじゃなくて、ピックアップしたらたまたま男ばっかりになったんですけど、女性はね、やっぱり奈美恵さんが女性やから、結構僕、
からしても厳しくなる、 女性が歌ってるのは。で、あのね、もうギャップが半端なく、ギャップないと多分僕おって思わないと思う、女性は。例えばジュディ・マリの雪みたいな、あんな個性的なボーカルが歌うとか、宇多田ヒカルみたいな、あんなもう自由なああいう感じの人が歌うとか、もうよっぽどの個性がないと僕は引っかからないかなと思いました。はい。なのでなんか自然と男性のトップ5になってしまいましたけれども、あの女性ボーカルこの人いいよとか、なんかそういうのあったら皆さん教えていただきたいなと思います。ちょっと藤井風くんに関してはちょっと熱く語ってしまいました。申し訳ございません。はい。じゃあ皆さんも思うところがあったらどんどんコメントいただきたいと思います。ではよろしくお願いします。ではまた。バイバイ。